今回の問題、 CDP を利用すると何々されているシスコ機器の情報を取得することができます。 CDP はデフォルトで有効化されている、もしくはされていない。 CDP で取得できる情報はバージョンによって違いがありますが、バージョン2で取得をすることができるのは何々ドメインの情報、何々 VLAN の情報、インターフェースの何々の情報です。機器全体で CDP の設定を変更する場合は CDP 何々コマンドを使います。インターフェースサインで CDP の設定を変更する場合は CDP 何々コマンドで設定をします。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。 CDP を利用すると直接接続されているシスコ機器の情報を取得することができます。 CDP はデフォルトで有効化されています。 CDP で取得できる情報はバージョンによって違いがありますが、バージョン2で取得をすることができるのは VTP ドメインの情報、ネイティブ VLAN の情報、インターフェースの全20、半20の情報も取得をすることができます。機器全体で CDP の設定を変更する場合は CDP LAN コマンドを利用し、インターフェースサインで CDP の設定を変更したい場合は CDP Enable コマンドを利用します。お世話になっております、マサルです。今回から新章14章のネットワークデバイスの管理を一緒に勉強していきます。初めてこの動画を見る方もいらっしゃると思うので、改めて説明させていただくと、本動画シリーズはこちらの黒本を意識して作っています。まだお持ちでない方は概要欄に購入リンクありますので、ぜひ黒本のリンク見てみてください。こちらの黒本は全てで16章まであります。今回14章なので残り3章となってきました。だいぶ終わりが近づいてきましたね。14章も一緒に頑張っていきましょう。今回のテーマは CDP です。 CDP とは何か、 CDP の動作について一緒に勉強していきます。最後にはパケットトレーサーを使って CDP を動かしてみたいと思いますので、一緒にやっていきましょう。それでは始めます。CDP はシスコディスカバリープロトコルの略です。シスコ独自のプロトコルでデータリンク層で動作します。 CDP を利用すると直接接続されているシスコ機器での情報を取得することができます。ちなみにデータリンク層で動作するので IP アドレスの設定をしていなくても CDP を使って情報の取得をすることができます。リンクが確立している状態であれば CDP を使って情報を交換することができるということですね。具体的にどのような情報を取得することができるのか、こちらは小 CDP ネイバーズの出力結果です。こちらを見てみると、機器の名前やその機器の役割、機器のプラットフォームの情報、接続先の機器のインターフェースの情報などが取得できていることがわかります。さらにこちらは小 CDP ネイバーズディテールの出力結果です。ディテールはさらに細かく直接接続している機器の情報を知ることができます。例えば iOS の細かい情報などを知ることができていますね。さらに下の方を見てもらうと、アドバタイズメントバージョン2とあります。ここについて説明を補足すると、CDP にはバージョン1とバージョン2があります。バージョンによって取得できる情報の範囲が異なります。バージョン2の場合は、VTP のドメインの情報、ネイティブ VLAN の情報、インターフェースの全20、半20の情報を取得することができます。こちらに書いているのはバージョン2で知ることができる情報ということですね。現在はほとんどの機器が CDP バージョン2で動くようになっています。次に CDP の動作を見てみましょう。シスコ機器ではデフォルトで CDP が有効化されています。 CDP を使ってデフォルトで60秒ごとにマルチキャスアドレス宛てに自分自身の機器の情報を送信しています。ただ先ほど見ていただいたように、 CDP はかなりたくさんの情報を含んでいます。この情報が悪用されてしまう可能性もあるので、 CDP を使って機器の情報を知らせたくない場合は CDP を無効化することもできます。機器全体で CDP の機能を無効化したい場合は No CDP LAN、 インターフェースサインで CDP を無効化したい場合は No CDP Enable、 こちらのコマンドで無効化することができます。ちょっとコマンドが違うので注意が必要です。それでは次にパケットトレーサーを使って CDP の設定をしてみたいと思います。パケットトレーサーに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、
エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれどもネットワークの基礎を学びたい人など様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作って情報を交換してみてください。概要欄にリンク貼っています。それでは CDP を使っていきましょう。今回用意するのはスイッチ2台とルーター1台で動きを見てみたいと思います。デフォルトの設定から見ていただきたいので、まだ機器は何も設定されてない状態からスタートです。スイッチ2台とルーターを1台置いて各機器を接続してください。はい、まずは接続することができました。 CDP はデフォルトで有効になっているので、もうスイッチ間では CDP が送られ始めています。ただルーターはデフォルトでポートがシャットダウン状態なので、この状態では CDP のやり取りは発生していない状態です。では CDP のフレームを見てみましょう。シミュレーションモードを起動します。この状態で時間を進めていくと CDP が発生していればCDP のフレームを見ることができます。このフレームの中身を見てみましょう。こちらを選択して宛先 MAC アドレスを見ると、このようなマルチキャストアドレスを指定していることがわかります。このマルチキャストアドレス宛に CDP は自分自身のデータを送信します。では現在の状態でどのように CDP の情報を取得できているのか見てみたいと思います。リアルタイムモードに戻してスイッチで show CDP neighbors を実行してみましょう。こちらのスイッチでの出力結果です。接続先のスイッチの名前やその機器の役割、そしてプラットフォームや接続先のインターフェースの情報を知ることができています。一つ注意は、ローカルインターフェースについては自分自身のインターフェースの情報なので注意が必要です。ローカルインターフェースは自分自身の情報で、それ以外が接続先の情報ということですね。では本当に接続先の情報を理解できているのか、試しに接続されているこちらのスイッチのホスト名を変えてみましょう。それではこちらのスイッチのホスト名をスイッチ2に変更してみたいと思います。ホスト名が変更されました。この状態で CDP による情報が送られて CDP の情報が更新されているのか確認してみましょう。 show CDP neighbors を実行します。するとこのように情報が更新されていることがわかりますね。ただ以前取得していた情報もそのまま残っている状態です。このホールドタイマーに書かれている時間内はその情報を持ち続けます。なので105秒経ったらこの情報は消えるということですね。次にルーターのインターフェースを有効化させてスイッチとルーター間で CDP の動きを見てみたいと思います。こちらのルーターのインターフェースを開放します。こちらのルーターのインターフェースを開放して IP アドレスも設定しておきました。ではどのように CDP を使って情報を取得できたか確認してみましょう。情報が更新されて FA0 すら2の先にルーターという名前のデバイスがつながっていて、ルーターでありプラットフォームや接続先の機器のポートの情報なども確認することができています。ここを見るとスイッチなのかルーターなのかを確認することができるので便利ですね。では次にディテールコマンドを見てみましょう。 show CDP neighbors の後ろにディテールをつけるとより細かく情報を確認することができます。例えばルーターの情報の IP アドレスの情報も CDP で見ることができます。さらに先ほど説明したように CDP のバージョン2でしか見ることができない情報もこのように記載されていることがわかります。 IP アドレスの情報まで見ることができるというのは結構驚きですよね。とても便利な CDP です。ただ CDP を使うとあまりに情報を送りすぎてしまうので、セキュリティの観点で CDP を送らないという設定をすることがあります。なので CDP を無効化する設定も覚えておきましょう。まずはこちらのルーターから機器全体で CDP を無効化してみたいと思います。無効化する場合はグローバルコンフィギュレーションモードで No CDP Run、 このコマンドで全体の CDP を無効化することができます。では次にこちらのスイッチでも CDP を無効化しましょう。こちらのスイッチはインターフェース単位で CDP を無効化してみたいと思います。現在こちらのスイッチはFA0 すら1で接続しているので FA0 すら1の CDP を無効化します。 FA0 すら1を指定して No CDP Enable コマンドで CDP を無効化します。この設定によってこちらのルーターとこちらのスイッチは CDP をこのスイッチに送らなくなりました。ではこちらのスイッチで CDP の show コマンドを実行しましょう。出力結果がこちらです。
まだホールドタイマーの時間内なので情報を保持していますので、ホールドタイマーの時間が過ぎるまで時間を進めてみたいと思います。一定時間が経ちましたのでもう一度実行します。すると全ての情報が消えていることが分かりました。隣からの CDP の情報が来ていないので何も情報を保持していない状態です。このようにして CDP の設定を変更することもできるのでしっかり覚えておきましょう。特に全体の設定変更とインターフェース単位での設定変更はコマンドが違うので注意しましょう。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。 CDP を利用すると直接接続されているシスコ機器の情報を取得することができます。 CDP はデフォルトで有効化されています。 CDP で取得できる情報はバージョンによって違いがあります。バージョン2で取得できるのは VTP ドメインの情報、ネイティブ VLAN の情報、インターフェースの全20、半20の情報を知ることができます。機器全体で CDP の設定を変更する場合は CDP LAN コマンド、インターフェース単位で CDP の設定を変更する場合はCDP イネーブルコマンドを使います。コマンドが少し違うので注意しましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。